今回は、ナチュラル。監督は、バリー・レビンソン。1984年の作品です。20世紀初頭、低迷するメジャー球団、ニューヨークナイツに、30歳半ばを過ぎたロイ・ハブスが突如入団。若くもない無名の新人に困惑する監督のポップでしたが、その類、稀なパワーバッティングに驚嘆します。一躍ヒーローとなるロイ。しかし球団の裏に潜む力が、彼に魔の手を差し向ける、というお話です。主演はロバート・レッドフォード。共演は、グレン・クローズ、キム・ベイシンガー、ウィルフォード・ブリムリー、ロバート・デュバルほか、ファンタジーとも取れる合衆国の昔話。若いグレン・クローズの美人っぷりに、ちょっとびっくり。